皆さんこんにちは、チョコバナナです。今日はですね、私9月と10月お気に入り紹介をしておりませんでした。申し訳ございません。9月のお気に入り紹介10月にしようって考えてたら、まさかのもう11月が来るという奇跡が起きているので、まあ9月10月というか最近のお気に入りを紹介していきたいと思います。コスメが3つあるので紹介していきます。1つ目がこちらです。ででん、プランプピンクのメルティーリップセラム104番スキャンドルレッドっていうカラーです。リップの形になってるリップです。これカラー展開が結構たくさんあったんですけど、私はこの一番赤っぽいちょっと透明感のありげな赤を選びました。これね、一つ6役みたいな感じですごい万能リップなんですけど、塗ると唇がスースーして、私唇薄いのがすごいコンプレックスだったんですけど、まあ今もコンプレックスなんだけど、少しだけこうぷっくり見せてくれるような気がする感じで、これは毎回下地してファンデーション塗った時にもうその段階でこれを塗っておいて、アイシャドウとかアイメイクした後に最後にリップ塗って、その上からまたこれをグロス代わりとして使うって感じで使ってます。でこれ自体の色は全然なくって、ほんとほんのり色づく感じなので、まあ、学校とかにもつけていけるかなと思うんですけど、こんな感じ。これ自体の色はまあそこまで発色しないかなっていう感じなんですけど、グロスだったりにすごいぴったりなので、これをいつも使ってます。ポーチに入れておくのもすごく可愛いので、これ結構おすすめです。次がこちらです。久しぶりにマスカラでね、好きなマスカラに出会いました。デジャブのラッシュアップマスカラになります。こんな感じ、すんごい細いの分かりますかね。こんな感じで先も細いんですよ。なので細かい場所を縦塗りとかするともう全然細かい場所にも塗れるし、とにかく塗りやすいっていうのと、ビューラー下まつげに塗ってもそのままそのビューラーのこのグインっていうのが普通だとちょっと落ちてるんですけど、ソイレが全く落ちなくって、むしろそのカールをキープしてくれるみたいなマスカラですごく気に入りました。私ボリュームはそんなにいらなくって、まあ、少しこうなんていうの、綺麗にまつげがこうパッとセパレートになってくれたらいいなって思ってるぐらいなので、これぐらいがちょうどいいかなと思ってこれめっちゃ使ってます。これ繊維はね入ってないと思うんですよ。だからブワってなるわけじゃないんだけど、カールがすごく綺麗にキープされるし、細いブラシがすごく好きで、これはちょっとリピ買いしようかなと思ってます。でコスメ最後がこちらになります。キャンメイクのカラースティックモイストラスティングカバーの04番になります。こちらキャンメイクの縛りメイクをした時に使ったコンシーラーになるんですけど、コンシーラーずっとザセムのものを使っていて、これもザセムに負けず劣らずのカバー力で、でスティックタイプ、ザセムのものはこうリキッドっぽくなってるんですけど、スティックタイプなので直接こう塗れるので、これもねすごく使いやすくって、安いから出し惜しみせず使えるから、それがいいなと思ってこれを使ってます。崩れてきた時にコンシーラーの部分だけ白浮きしたりがないのでおすすめです。次がですねこちらです。サボリーノの朝マスクのプレミアムになります。サボリーノは結構使ってたんですけど、私が使ってたのが普通のプレミアムじゃない方だったんですよ。プレミアムってな、まあ、そんな変わらんだろうなと思ったんだけど、もうねひたひたなんです液が。で、ね、これほとんどね今ねこのちょっと銀色の部分がもう この中に見えてるぐらい、もうねマスク自体は何枚かしかあとないんですけど、それでもこう引っ張った時にもう滴るんじゃないかなってぐらいひたひたで、これにねめちゃめちゃ感動しました。で私は朝風呂が結構多いので、朝お風呂上がってこのマスクをしてメイクを始めるって感じで使ってるんですけど、これはねリピ買いしようと思ってます。私が選んだのがみかんの方だったんですけど、いちごのマスクもあるのでそれもすごく気になってるので楽しみです。洗顔の後にこれをつけてからメイクを始めるんですけど、スキンケアするとね化粧のりが違うというか、いい感じにこうお肌がねツヤツヤに見えてくれるって感じなんですよ。なので愛用しております。こんな感じで今回のお気に入りは以上になります。なんか最近ねこっちの左目がねめちゃめちゃ腫れちゃうのがね私のお悩みなんですけど、なんでだろう。気になるものがあったらぜひ全てね発売中だと思うのでチェックしてみてください。それではチョコバナナでした。バイバーイ。